ベンヤミン・ビルゼはドイツの指揮者、作曲家。ビルゼはプロイセンのシュ主霊自演習リーグニッツに生まれた。ウィーン音楽院においてバイオリニストのヨーゼフ・ベームの下で恵まれた音楽教育を受けた彼はヨハン・シュトラウス一世のオーケストラで演奏した。リーグニッツに戻った彼は1842年に町のカペルマイスターに就任した。 ビルゼは1867年からベルリンのライプツィハーシュトラーセにあるベルリンコンサートハウスでビルゼバンドを組織して定期的に演奏した。このオーケストラは次第に人気を獲得していき、ビルゼはヨーロッパ中を演奏旅行して周りサンクトペテルブルク、リガ、ワルシャワ、アムステルダム、ウィーンで演奏会を開いた。このオーケストラは1867年に パリで行われた万国博覧会に出演し、ヨハン・シュトラウス2世と共にワルツ、美しく青きドナウを演奏している。1873年には、リヒャルト・アーグナーがこのオーケストラの式台に上がり、ドイツ皇帝ビル・ヘルム1世の御前で演奏を披露した。1882年に、ビルゼと対立したビルゼバンドの54人の奏者がビル、ゼの元を離れ、 ルートビヒホンブレナーを指揮者に立てて、ベルリンフィルハーモニー還元楽団を設立した。この数年後に引退して、リーグニッツに戻り、同地で生涯を閉じた。作曲家としてのビルゼはおびただしい数のワルツ、ポルカ、カドリンユ、行進曲などを作曲し、そのうち42作品が出版された。ありがとうございます。